それがけじめというもの。じゃあけども大変よ、はいね、もう近い境言うて帰るちわけにいかへんからな。もう帰った時はもうやめなことになるね、はい、ええか、ご期待以上はな。わかりました。な、確かにお預かりします。はい、まあ、厳しい世界を身をもって知っているだけに普段泣かへんのに辛抱してくれよったらな、うん、一番いいけど。父がじゃん、頑張ってもう座って座らない。お母さんだからこれからはもう座らんダメだってもの言うたらあかんねよ。かはい、そのお部屋へちょっと行こうか。よいしょ。初めて見る置屋の中、うん、あの若菜さん姉さんのこことあんたはここで寝させてもらうの、はい、もちろん姉さんとの相部屋、二段ベッドの上の段だけが唯一チカちゃん専用のスペースです。よろしやさお姉さんです。これかしこみさんに来はるチカちゃんです。よろしくお願いいたします。あの鶴葉さんもチカちゃんの先輩になりました。名前とかない。降りてきなさいよ。早速今日から仕込みと呼ばれる舞妓になるための下積み修行が始まります。下ごろ、おばちゃん、まあ、押せてあげて、はい、な、トイレからお願いします。あんた、雑巾絞りからおばちゃん言うてあげてな、はい、雑巾絞りからできませんで。トイレ掃除はもちろんのこと、みんなの洗濯から先輩の雑用まで仕込みの仕事は山ほどあります。この期間に舞妓になるためのあらゆる礼儀作法も厳しくしつけられるのです。失礼します。休んでる暇などありません。ご飯行きましょうか。しましょうか。で、おでんやな。気を利かせるのも大事なこと。チケコさん、気にいただきます。あ、そう。日常の会話一つも舞妓になる修行です。向こう、花火工事持って行ってください。はい、走ってください。お姉さんが忘れ物、当然チカちゃんが走ります。ご飯もゆっくり食べていられません。心が怖がってる。頑張ってる。すごく怒られたらやっぱあかんなかった。お座敷の時間が近づく夕暮れ時、舞妓たちの着付けが始まりました。その手伝いも仕込みの仕事。最初は手順を覚えるだけで精一杯です。力を次の人に飲んできて。あ、はい、そうそう、支度が終わったら順番に食事です。チカちゃんの夕飯は当然一番最後。息つく暇もなくお見送り。お姉さんの荷物を運んで見送ることをカゴ持ちと言います。目まぐるしい一日もようやくこれで一段落。ちょっとやってみて。大変やなっていうの感じた。当分の間、気が休まることはなさそうです。数日後、
き屋に入って初めて舞の稽古の日がやってきました。お母さんお気に入りもしおって、はい、ちゃんと手振ったか、はい、ちゃんと頭に入れて、はい、こんにちは、姉さん。今からお稽古、はい、門前の方へ。あ、そうなんだ、お気に入り。初めての稽古はお師匠さんの家で行われました。13歳から日本舞踊を習っているというちかちゃんですが、さてどうなるのか。お姉さんたちを送り出したその夜、持ち出してきたのは舞のビデオテープ。早速おさらいです。もう怖いのかなと思って。中学を卒業したばかりの15歳の少女、今はまっすぐ夢に向かっていました。ただいま。お座敷が終わって帰宅したのは鶴葉さん。舞妓さんはおしろいは落としても地紙で結い上げた髪はほどきません。鶴葉さんが舞妓さんの必需品を見せてくれました。お幕。それなんでそういう幕が寝るの？あの頭の小瓶を崩さへん、こうやって寝ます。こうやって、うん、慣れるまで大変だった。慣れるまでは眠ったりして。だからこそ休みの日は、あ、今日ほどくんです、嬉しいですね。心まで解放される日です。祇園には月に2回だけお休みがあります。どこかへお出かけ。カラオケに行きます。あどけなさが残る素顔に舞妓姿の面影はありません。足取りが弾むのは髪が下ろせたからだけではないのです。髪言ってた、橋渡れへんので。新米の舞妓は髪を結ったままで祇園の外へ出ることを禁じられているのです。休みの日だけ10代の普通の少女に戻ります。そんな貴重な日、髪を下ろした鶴葉さんがちかちゃんをどこかに誘いました。行ってきます。二人が向かったのは近所の甘味どころ。美味しそう。美味しいね。私も一緒ぐらい多分入ってきた。ちかちゃんと、変わるんですかね、やっぱちゃんと、全然もう慣れないじゃん。ちかちゃん次第だね、きっとそれは。もうやっぱりちかちゃんが一生懸命頑張って稽古も頑張って、でお姉さん方のこともバッとやっぱちょっと段取りが分かってきたからさ、最近なんか。鶴葉さんの心遣い。仕込みの時期はみんなが経験してきた道です。一夜明けた朝7時。おはようさんです。鶴葉さんがやってきたのは舞妓の髪を結う専門の美容室。舞妓の髪型が言われていきます。割れ忍ぶと呼ばれる髪型。身も心も普通の女の子から舞妓へと言われていくのです。髪結いが終わると連れ立って外へ。あ、今から旅行場にお稽古できます。向かった先は八坂旅行場学園。
芸妓や舞妓さんたちの学校です。彼女たちは生涯にわたり舞や三味線、歌などの芸をここで磨いていきます。覗き見てはいけない神聖な場所。